はい、ご紹介いただきました山下遥と申します。今日は、来ていただき、また残っていただいてありがとうございました。今日は、私がどういう経緯で遺伝研で、学生をすることを決めたのか、また、今、遺伝研でどんな研究をしていてどんな活動をしているのかというのを、私の経験とかエピソードを踏まえて私の視点から話していければいいかなと思っています。今日はよろしくお願いします。ということで、まず、今日は、私の、時系列を追いながらエピソードを交えて話していきたいんですが、私ってどんな人っていうと、一言で言うと、茨城県ひたちなか市出身のスポーツ大好き少女でした。で、遺伝研に来るまで、高校から遺伝研に来るまでの間は東京でほとんど過ごしていたんですが、東京の、都立国分寺高校というところに通っていました。で、この高校がですね、すごく生物部が研究熱心な高校でして、こういう生物部が研究熱心なこんな高校に通っていて、しかも私が今遺伝研で生物の研究をしているというところから考えていただきますと、私はさぞかし昔からなんか生物が大好きな子だったんじゃないかなと思われるかもしれないんですけれども、実は生物は全く興味なくてですね、どちらかというと数学とか科学の勉強を楽しんでいた記憶があります。で、今思い返してなんで、生物興味なかったかなと思いますと、生物の科目ってなんか暗記科目っていうイメージがすごく強くてですね、なんか、覚えるものの量も多いですし、バラエティも豊富ですし、なんか、普遍的な一つの仕組みっていうのが存在するようには当時の私には思えなかったんですね。で、それで生物にあまり興味持てなかったっていう記憶があるんですけれども、なぜかですね、食べ物が好きという安直な理由で東京農工大学の農学部に進学します。で、そこでの、学部の時の授業を通しまして、農学部でいろんな、いろんな幅広い分野の研究分野があるんですけれども、その中でも目に見えない分子レベルで、生物の現象を見ていきたいなっていう分子生物学に興味を持ちました。で、農学部の、学部3年生の時から、実は農工大の、修士の1年生の 時まで、植物育種学研究室というところに所属しまして、卒論からのその間ですね、雑種のタバコが死んでしまうという現象の分子機構について研究していました。で、その間、遺伝子の働きであったりとか、ゲノムの DNA 配列っていうのを、たくさん向き合っていく中でですね、そういうゲノムがどうやってできてきたんだろうっていう、進化のメカニズムの方にどんどん興味が強く持っていきまして、で、博士課程では、進化の研究したいなぁなんていうふうに思っていたんですけれども、で、遺伝研に体験入学に行った時に、あ、ここで研究したいと思う、研究室が今入っている進化遺伝研究部門で、そういうふうに思った経験がありまして、翌年の、4月からもう遺伝研で、学生をするということになって、で、今まで研究を続けてきました。ではですね、まず遺伝研になんか入る直前まで、どんな研究をしていたのかについてもうちょっと、詳しくお話ししたいかなと思います。農工大時代はですね、先ほど申し上げたようにですね、雑種のタバコが死んでしまうという現象について研究していまして、タバコの栽培種であるニコチャーナタバカムっていう植物 と、ニコチャマスワベオレンスっていうちょっと離れた、生物種なんですけれども、この野生種の、野生種と栽培種の2つの生物を掛け合わせると、雑種の種子が取れるんですね。で、
雑誌の種子も取れて発芽もするんですけれども、これが発芽させた時の写真なんですけど、ちょっと分かりづらくて申し訳ないんですが、このなんか茶色い細い線みたいなのが根っこで、この楕円状の、ものが葉っぱなんですけれども、発芽直後に、もう根っこや茎が茶色く発展してしまってですね、で発芽した後にもうすぐに成長しなくなってしまうっていう現象が見られます。でこれが雑種致死って呼ばれる現象なんですけれども、でこの、雑種致死っていうのは自然界でも見られる現象でして、でどんな役割があるかっていうと、この栽培種と野生種の別の種の植物を交わらないようにするために、まあ、染色的に分けておこうっていうような、大事な役割があります。でこの雑種致死っていう現象が、遺伝子、どんな遺伝子のどんな働きによって引き起こされるのかっていうのを、明らかにしていこうっていうのが私の研究でした。でこのタバコの材料の面白いところがですね、1000分の1の割合で生き残る雑種が出てくるんですね。でこの、緑色で、成長しているものが、生き残った雑種なんですけれども、本当に雑種なのっていうと、実際花まで咲かせてみると、この栽培種と野生種の中間形質のような花を咲かせるんです。だから実際に雑種で生き残っている個体が出てくるんですね。なのでこのタバコの材料を使うことで、生き残っている個体とこれから死んでしまう運命にある個体をの違いを比べることで、雑種がなんで死んでしまうのかっていう現象がわかるだろうっていうアイディアのもと、研究を行ってきました。で、すいません。で、それまでの研究結果で、転写レベルに違いがあるっていうのが分かっていたので、じゃあ私はどんな遺伝子の転写に違いがあるのかっていうのを網羅的に探索したところ、免疫応答に関する遺伝子の発現レベルに違いがあるっていうのが、私の研究で明らかになってきて、で、この研究によって、免疫応答、この免疫応答の気候のおそらく上流に原因となる遺伝子があるんじゃないかっていうところまで、原因遺伝子を絞ることに、貢献することができたかなと思っていますっていう話をですね、家でしてたんですね。おそらく卒論発表前だったと思うんですけれども、私が家でですね、タバコの雑種が死んでしまう背景には植物の免疫機構に関する遺伝子が関わってそうなんだよねって母に話したんですね。で、そしたら母、今日会場に来てると思いますけれども、よう知らんけど、なんでその遺伝子だったのと。実際、タバコっていろんな免疫機能に関する、遺伝子を持っていて、なんでこの遺伝子だったのかっていうのをを考えたことがなくてですね、よくなんか納得できるような回答をできなかったような記憶があります。で、それまでの私っていうのは、遺伝子とかゲノムっていうのを、その今の生物を作るなんか出発点というか設計図としてしか見ていなかったっていうのが、この回答ができなかった背景にあると考えていて、で、いろいろ、その後考えてみるとですね、でも実際、この現存する生物の遺伝子であるとか、表現系っていうのは、進化の結果でもあるっていうのは、当たり前なんですけど、その時、そうだなと思って。でも、じゃあ次の質問は、進化ってどうやって起こるのっていうふうに、どんどん、深めていくと、進化、他のメカニズムっていうところに興味がある、移っていきました。で、そういうこともあって、遺伝研の体験入学や受験を得て、その次の年には遺伝研で学生生活を送るようになりました。
で、まあ遺伝研で今どんな研究をしているのかっていう話なんですけど、これ、その遺伝研に来る前まではタバコの研究をしていたんですが、今は症状媒のゲノムを用いて、進化とその分子メカニズムについて、研究をしています。で、少し例をお話ししたいと思うんですけれども、例えばここに、一つの遺伝子があって、こんな DNA の配列をしていたとします。で、先ほど斉藤先生が説明してくださったように、この遺伝子の遺伝情報というのは、メッセンジャー RNA に、転写されて、情報が映し出されまして、その後メッセンジャー RNA から、3つの文字を1つの、情報の単位として、アミノ酸、1つのアミノ酸を決定するというような形で、タンパク質に翻訳していくわけなんです。で、例えばこの最初の AUGというコドンは、開始コドンと呼ばれていて、メチオニンというアミノ酸をコードしていたり、AAA はリジンをコードしていたり、CGC はアルジェニンをコードしていたりとかいうのを、コドン表に従ってどんどん翻訳できて、こうやって一つの遺伝子を一つのタンパク質として、遺伝暗号を解読することができるわけなんですけれども、一つの、まあ、例として、リジンに着目してください。で、実は、リジンはですね、AAA っていうコドンと AAG っていうコドンの2つのコドンが同じリジンというアミノ酸を指定するんですけれども、イメージしていただいて、ここで、質問なんですけれども、もし、リジンを指定するコドン、この AAA と AAG がですね、どっちでも、まあ、同じリジンを指定するので、まあ、この、コドン AAA を使うのか AAG を使うのかっていうのがランダムに選ばれているとしたら AAA と AAG の比っていうのはゲノムの中で何対何ぐらいになるかなと思われますか？ちょっと考えていただきたいんですけれども、まあ、答えは簡単で、まあ、シンプルに考えると、まあ、どっちも、2分の1の確率で選ばれると考えたら1対1だろうと思われると思います。でも実際に、症状媒のゲノムを見てみますと、実際は、AAA よりも AAG の方が多く存在するっていうのが、もうほとんどの遺伝子で一貫して、そういうパターンが見られるんですね。で、この、まあ、リジンに限った話ではなくて、コドンの使い方に偏りがあるっていう、観測のことをコドンバイアスと言ったり、一般に言われています。で、この現象は、症状媒だけではなくて、白犬ナズナであったり、人のゲノムでも、観測されていて、まあ、なんでだろうっていろんな研究者が考えている問題なんですけれども、私の研究でも、タンパク、こういう、AAA も AAG も同じタンパク質を作るのに関わらず、なんでコドンの頻度に偏りが出るのかっていう、この仕組みについて、まあ、進化の駆動要因と絡めながら、説明していこうっていう研究をしています。で、まあ、この研究内容については、詳しくはポスターで、見ていただければいいかなと思います。で、この研究をですね、どうやって進めているのかと言いますと、私実験は全くしません。で、こういう研究のスタイルのことをドライの研究と言ったりとかしますけれども、普段はですね、パソコンの前でもずっとデスクワークで、データ解析やコンピューターシミュレーションを行うことによって、まあ、先ほどの言ったような、研究を進めています。で、こういうドライの研究をすることのメリットって何だろうって考えてみたときに、まず一つは私の研究で言うと、ここに一つの例を見せたんですけれども、コドンの集団内での頻度がどういうふうに変わっていくのかっていうのを自然選択を仮定したらこんなふうに変わるし、なかったとしたらこういうふうに変わるっていうのを、シミュレーションによって
再現することができるので、実際のデータと比べることによって、何が起こっていたのかっていうのを、私のこのアイディアはここが間違ってたんだなとか、あ、ここが合ってたんだなっていうのを比べながら、実際にどんなモデルの下で進化してきたのかっていうのを比べることができるのが一つの大きなメリットです。で、他にもですね、ゲノムっていう、大きな、ビッグデータの一つですし、手計算で何かができるかというとできないので、プログラムを書けば、人が理解できる情報量まで、還元できるっていう利点であったりとか、まずそもそも実験をしないので実験のコストが抑えられるっていうのも一つの利点かもしれません。で、デメリットって考えてみたときに、やはり、実験をしないので、このゲノムの、この遺伝子の、これが、この情報が、この生命現象に、の原因である、みたいな直接的な因果関係っていうのを明らかにするのは、なかなか難しいかな、と思ったり、そういうケースが多いかな、と思ったりもしています。で、普段はこうやって、研究室で、デスクの前で研究してるんですけれども、なかなか、息が詰まることもあるので、遺伝研ではこういったクラブ活動も盛んに行われています。で、私はテニス部の部長をしてまして、毎週、月曜日の夕方から、皆さんと、テニスをすることで運動不足の解消したりですとか、あと、もう一つ遺伝研に特徴的かなと言えることが、私は、集団遺伝学の輪読会というのを主催してまして、留学生や、先生方も含めて、進化に関する英語の教科書をみんなで読んで、一人が一週間に一回英語でプレゼンテーションをするっていうような輪読会を行っています。で、この輪読会なんですけど、もちろん目的は、進化に関する知識を深めるっていうことが、一つの大きな目的ですけれども、主催している私からすると、議論をするっていうことの、一つの練習の場としても、いい練習の場として捉えています。で、もう少し詳しくちょっとお話しますと、もちろん、輪読会の目標は、進化の仕組みについて、いろんな人と、議論できるようになりたいっていうことなんですね。でも、実際に、じゃあ、質問してくださいとか、議論始めてくださいって言っても、なかなか難しいっていうのが現状でして、こういうことって、多分、この輪読会に限った話ではなくて、一般化できる話で、この問題点の、背景には何があるかなって考えてみたときに、やっぱりトピックについて理解してなかったりとか、あと、問題点を見つけられるほどの理解が深められていないとか、あとは、疑問点はあるんだけれども、方法論的にどうやって質問したらいいのかわからないとか、あとはもうこれが多分一番多いんですけど、恥ずかしくて質問できないっていうような原因があるかなと考えていて、で、これを、今のところ、解決したいなと思って、ちょっと解決策を講じたりしてるんですけれども、今のところは、復習できる環境を準備ということで、Google サイトを使ってみんながいつでも後から、復習できる、ように、前回の、スライドをアップロードして、こんな議論しましたみたいなのを、シェアしたりとかですね。あと、こういう、どうやって質問したらいいのか分かんなかったっていうような場合には、こんな質問があった、こんな疑問点があったときには、こういうふうに質問すればよかったっていうのを紐解く会を後で解説会として設けてみたりとか、あと、最後には、できるだけコンスタントに参加者一人一人と、コミュニケーションを取るというような、解決策を講じたりとかしています。で、私がなんで今こんな話を
したのかと言いますと、まあ、要するにですね、まあ、遺伝研では学生が、自分のアイデアをもとに自主的に積極的に何か行動を起こして挑戦することができるっていう環境があるのを、言いたくて、まあ、一つの例としてご紹介しました。で、まあ、こうやって私の、経験ですとか遺伝研での生活を少しご紹介しましたけれども、まあ、この紹介した内容は遺伝研での生活のほんの一部ですので、まあ、大学院のブースでまたもう少し詳しいことも、お話しできればいいかなと思っています。では少し長くなってしまって申し訳ないですが、はい、ご清聴ありがとうございました。山下さん、ありがとうございます。